コンデンサーマイク買いました。はい、どうも J チャンネル J です。コンデンサーマイクね、今ロードのが1本こうあるんですけど、もう1本欲しいなと思ってですね。理由はですね、このロードはですね、指向性が広いんですよね。なので、あの弾き語りやったりするときにはいいんですが、ギターとボーカルを分けたいときにどうしてもこう取ってしまうので、こちらのね、サムソンの C05 というやつ、これね、評価とか見たら指向性が狭いんですよ。指向性が狭いっていうことは良し悪しのところがあるんですけど、メリットとデメリットねあるんですが、ボーカルなんかの音だけを取りたいと。で、ギターと例えばこちらのマイクでね、ギターを取っておいて、こちらのマイクでボーカルを取るということにした時にですね、どっちもがこの指向性が広いと両方取っちゃってあんまりこう良くないんですよね。なので、例えばギターならギターだけ、ボーカルならボーカルだけをね、コンパクトに取りたいという時にこういったね、指向性の狭いコンデンサーマイク、これ指向性が狭いということはライブにも使えるということなんですね。ということで、これをちょっと買ってみました。今から開封しています。とですね、こちらがオート、これですね、マイク買ってですね、マイクをよいしょ、これを買って取れにくいな、取れない。マイクの他にですね、あとでこうコードもついてるんですよ。コードもついていて、そしてこのね、止めるホルダーもついていて、これの、これはまあ大したことないな、この入れるケースですね、これがついていて、なんと5000円以下、あ、どうかな、5000円ぐらい、すごい安い。ただちょっとこう取るのがね、こう取りました。肌触りはいいですね。はい、これでね、コンデンサーマイク5000円で買えるんですよ。安いな。ただまあその安けりゃいいってもんじゃないですけどね。ちょっとロードのやつと試してみますね。